映ってる。やべえ。ここに映ってる。こんな髪明るいんや。キモいね。お。誰？全然見えねえわ。誰？もう始まってる。もう始まってる。イエーイ。どこ誰って書いてあるんですけど、クラブプラズマが送るイオン TV。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、はじめまして、クラブプラズマが今日は送ります。ちょっとみんな初心者なんで、いろんなコメントいただいてるんですけど、ご指導ご弁当の方を、ね、とりあえず乾杯しましょうか。乾杯しよう。乾杯しましょう。とりあえず、はい、よっしゃ、よしよし、やばい。めっちゃ寄せ寄せしいんだけど、やべえ。さて寝よう、寝ちゃダメだよ。これから行くんで、じゃあ自己紹介。濃いわ。自己紹介。濃いよ。誰だよ作ったの。濃くない、ちょうどいいほぼ。絶対わざとでしょこれ。レッドブル。いやない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 。レッドブル本当に3割ぐらいしか入ってないよ。服かぶってないという。監督ツイキャスしてたよとか来てる。監督ツイキャス。いやーそれはないと思うよ。そこにいるのにツイキャスしてるのは今ありえないし。みんなコメントしてね。今のじゃあお出迎えしましょうか。ちょっと、りょうさん、りょうさん、りょうさん、はい、あ、ちょっと、りょうさん、りょうさん、うちのインドネシア代表がやってまいりました。よっ、イエーイ。大悟、大悟、これ何？あ、じゃあ、ニコ生に参加するので代表、レッドボールか。いや、代表はダメです。ニコ生、コメントしてくれ。バイバイ。帽子で顔が見えない。マスクいるだろ。左後ろに全出る。マスクいるだろ。一番左可愛いだって。いや、代表、そうしよう。決め、ほんとに。よし、テンション低っ。テンション低っ。めっちゃ高いっすよ。じゃあコメントのそれとかもこっちから拾えばいいねん。こっちこれから。すいません、完全初心者で。じゃあお前イケメンやねんから見とけ、見とけって顔出しとけって。近いそこじゃねえってしかも。全然イケメンじゃない。何話したの？まだ今始まったばっかり。今始まったばっかり、はい、よし、うん、じゃあ回しますか MC は。よろしくお願いします。プラズマ東京ニコ生イエイ！よいしょ！今回は、まあ前回出てない人間と、まあ出た人間もいるから。で、幹部陣、全員、この4人は、俺以外の4人は、全員今月イベントがありましたとあります。ということで、まずは自己紹介からしていただきましょう。はい、あ、じゃあ一回。はい、未来グイって書いてあるんで。グイ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 。ナイスコメント。グイグイナイスコメント。グイ、こんな感じでやってます。そういうのないじゃあ、デブいないですよ、僕ら。誰デブいないね。デブいないねって。どうぞ。はい、あ、どうもシュウです。ここに書いてあるんで、リーダーになりました。明日、明後日イベントです。初回待ってます。はいはい、はじめまして、りょうです。ちょっと唯一まだ幹部じゃないんですけど、これから頑張るんで覚えてください。よっ、イエーイ。いや、暗いね。じゃあ俺が一回挟ま、自己紹介。どーん、未来でーす。よいしょーい。や、今のは、すいません、今のはミスです。はい、どうぞ。嘘だろって言われて。
はじめまして。芸人え今月から、リーダーになりました、ソロトです。北海道から来ました。よろしくお願いします。めっちゃ下がっとるやん。なんでテンション下がってるか、怒られたからです。やめてください。それはダメ。それは言っちゃダメ。はい。唯一みんなと違うとこは、これ外せよお前。はい。今月ホスト4ヶ月目で。お前ヒゲ濃くね。やめろよ。黒崎総志です。お願いします。ナイス。ウェイ、ドサンコウェイ。ドサンコ？いや、それ俺。で、それ俺。え、千葉じゃなかった？あのね、これ結構見てくれてる人いるし、あのこれ見てくれて、初回に来てくれたとか、会いに来てくれる、指名で来てくれるっていうパターン結構あるから、みんな顔出した方がいいよ。イケメンだって言ってるから、みんな。全然見えない。イエーイ。だからもうお前らなんかこう、なんていう、帽子かぶって顔隠してるとか。少しテンションは。声かわいい。声かわいい。大好き。はい。イベント告知とかした。黒木総志。ヒゲ濃いように見えない。してません。いい今僕やりましたよこれ。そうし、テンション低いって書いてるよ。ドサンゴウェイ。よいしょ。やべえ、どうしよう。一人だけ浮いてるよ。ごめんね。監督シュッとしてるって。俺シュッとしてるよ。右マンドローって書いてんだけど誰。え、右めっちゃ浮いてる。やべえ。いや、これはコメント拾うの大事やけど、話してみなよ、アピール。そうですね。あ、そう。みんな俺のこと覚えてね。何それ。多分代表も今禁止してる絶対。これ禁止やっつってるやん。すいません。怒られるよ、また。怒られる。また怒られる。もうまた。大体ね、ソラとは、ソラとはちょっとね、悪気はないけど天然なんだよ。すいません。すいません。なんていうの。俺いつも思うよ。じゃあ、ファースト聞きに来てくれるじゃん。反応早いじゃん。あの早くて、じゃあカロリーと炭霊と、お茶と、アンチャラコンチャラとかって言うじゃん、はい、言ったら、はい、絶対その20秒後に戻ってきて、これとこれとこれと何でしたっけ。絶対言うやん。絶対言うやん。怒ってるわけじゃない。もうまた、もうかわいい。メモれ。ちゃんとしてって言われてるから話聞いてないんじゃないですか。ダメじゃん。すいません。めっちゃ怒られてるやん。やべえな、期待してるメンバーだから役者になってるからね。俺も怒られたいな。え、ほんと？あ、ダメです。この回全員のダメ出し。あー、ダメ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 だよ。あかんそれは。あかんそれ。全員損する。全員あかんそれは。飲もう。まあでも監督大変っすね、間違いなく。いや、俺けど何もしたいけどね。そんなことないっすよ。そんなことないっすよ。好きなタイプを言ってこうってありました。好きなタイプっていろんなタイプあるよ。じゃあそれ何のタイプ？好きな女の子のタイプですよね、多分。好きな女の子のタイプ。そう。好きな女の子のタイプ。え、嘘。千葉出身の。好きな女の子。誰それ？じゃあ本当に意味わかんない。それはね、本当に意味わかんない。千葉限定って言ってるよ、これ。千葉限定の女の子しか興味ない。じゃあじゃあ、分かった、ごめんごめん。なんで千葉が出てきたかわかんないからね。そうやな。それはあかんない。いろいろ語弊がある。絶対身内やろ、それはあかんない。意味わかんねえ、マジで。千葉っすね。埼玉じゃダメ。やりましょう。じゃあ、そうですね。じゃあ、プチ暴露いきましょう。プチ暴露。なんか、いきなりなんか、いきなりなんか、え、もうお酒入ってるからいけるっしょ。なんか、全然いい。いきなり、やっぱいきなりと思いました。僕も思いました。え、いきましょう。なんか暴露、うん、暴露って言ったらホスト、ホストあるある。ホストある、爆弾ダメだよ。うん、なんか営業終わってそろそろ帰ろうかなって時に、大体飲んでないホストは、ああ酔っ払ったって言います。気をつけてください。大体言います。それ暴露なの？で、大体酔ってない。分かった、じゃあ俺がね、暴露のお手本見せてあげるわ。まずジャブでお願いしますよ。ジャブでいく。ジャブから。ね、大体俺1時前にお客様、最後のお客様を送り出しした後に、絶対に店の前に立ってます。そうですね、立ってますね、大体立ってます。
まあ、あの時間帯1時間際っていうのはどこの店も閉まるから、いろんなホストクラブに行ってた女の子たちが歩いてます。はい、看板俺います。その向かい側俺います。目でキャッチしてます。やばやばけど、たまにあるんだって。本当に立ってると、えっ、はい、メレ君だ、マジっすか。いや嬉しいんだよな。それで俺そんなキザなキャラじゃないじゃん。ですね、キザなキャラじゃないのに、はい、メレ君だって言われてるか、スカしてるスカしてる。いや本当本当マジマジマジ絶対ない、マジマジで、ファングのやつに後ろから来て、うわなんかスカしてるしみたいな、いじられて、へーん。でも俺がスカしてるって言ったら殺しますよ、ね、なんでお前が出てきたの。またお前なんだお前、怒られたな、もう今日4回目だよ、怒られたの。毎日怒られたよ最近、顔色悪くない。いやお前いつもっすよ最近ちょっと、クソ、もうクマ、クソ顔色悪くない、クマやばいんですよ。生まれつき寝られへん、ね、千葉いや生まれつき、ほんとに生まれつきクマやばいから生まれつき、あの5歳なんか俺だけおしっこ、何も広がんないこの話、何も広がらんない、全然広がんないから、千葉止まりだ、ダメです。違う違う違う、あ、ファングに行ってくるんだよ今度。ファングちゃう、ファングちゃうな、違う違う、いいじゃん、ファング行ってちょっと酔っ払った状態で下まで降りてきてくれて、そうですね、タケトラ行ったとか言われてる、ファング行ってタケトラ行ってたよ、嘘、タケトラ行ったよさっきお前、じゃ新しくできたからってことやろ、タケトラ行ったよさっき、行ったことないし、誰と行ったの、ジュンとアランと行ったよ、いたの、え、声かけてよ、誰、全然見えないし、やば、竹虎ね、できたんでかい、いやもうね、竹虎さ、みんなニコ生見てないでしょ、他のやっぱり歌舞伎町のね、ラーメン屋さんの中でね、あ、さっき見ました、他のやつ、あのさっき見てましたね、はい、どこかの、どこでした、いや他のどこでした、何か夏木さん、うん、全然、じゃあすごい、なんか閲覧数とかが多いニコ生見た方がいいよ、面白いから、そうですね、見たい、全然めっちゃ見た方がいい、そしたらね、今このみんなが喋らないこの状況やばいって思うよ。俺今ずっと思ってもやばいっすか。え、どうなんだろう、なんか、じゃあもう最初のやついきましょう、好きなタイプ、もうめっちゃ来てる、もういいか。もう全然俺文字見えないんですよ、さっき一人で言ってた、竹虎一人で言ってたらしい、マジっすか、うっそ、全然声かけてくれてよかったのに、うん、ちょっと LINE ID 載ってるわ、シャイか。りょうはどんな人がタイプなの、どんな女の来たかも、見た目でもいいし中身でもいいよ、見た目す、あ、俺結構なんか感情表現豊かな子好きっすね、あの喜んだりもう泣いたりとか、まあ、可愛いなって思います、わかる、喜んだり楽しんだり、いや悲しかったら泣いたり、ちゃんとそう笑ったりとかは可愛いなって思いますね、楽しんだり、はい、あの喜怒哀楽、いやちょちょちょ、え、いや、え、代表なんか喜んだり楽しんだり、楽しんだり、え、だからそれなんか怖っ。めちゃめちゃやられてる、めっちゃ怖い今、え、どう、楽しんだり笑ったり喜んだり、ラッジバンドリー、おい、やっちゃったほらほら、そうなるって、今のはシュウはリョウを助けたのに死亡したパターン、え、リョウは知らないの、ラッジバンドリー、いや知ってますよ、え、リョウ、え、知ってる、はい、え、振られたの分かった、わかりましたよ、あえてスルーしてた、で、シュウが潰れたわけだ、いやもうそれ、これはほら、みんなラジバンダリーしてくれてるの、いやもうこれはもうめっちゃ優しい、これはもう阻止グリだ、こういうの大事、なんで俺阻止グリだ、これ、いやラジバンダリーって、だってフォローいいよ、ありがとう、高校の時とかツイッターもフォローしてくれたらいいよ、はぁ、シュウくんの写真の方がかっこいい、写真の方がかっこいいね、そうですね、俺飲めるぞ、俺飲めるぞ、大体そうですね、俺飲めるぞ、俺とそれ、あ、ソラトの方が飲めるわ、グイグイ、じゃあ誰が一番飲んでほしいか聞きましょう、ノリ悪いな、一番最初に名前、一番最初に名前出た人飲むのね、出ません、監督監督何、塚田農場、塚田農場、どうした、ツイッターフォローしてるよ、嬉しい、誰かわからないけど嬉しい、イメージと違った、どんなイメージやったっすかね、もっと全然しゃべらん、タイミングで CM 行きましょう、じゃあシュシュシュ最高、マントロマラとか言われて、じゃあ CM 行きます、バイバイ、違う、バイバイ違う。
さあずらり並んだ最強コンテンツ早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町ホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。おかえりなさい。バイバイはダメです。バイバイダメです。はやよし、うん、よし。おかえり。監督も帰ってきたしね。あと半分か。みんな何歳？みんな何歳？え26です。年齢21です。ここ21です、うん、え、ここで終わり。終わり。いや、俺はもう自己紹介今。ああもう30になります。もう76ですね。76じゃない、はい、マントロかよ。マントロかよ。マントロ、マントロっす。いや嘘つけ。マントロ2世だよ俺。全然来てニコ生。マントロ読んだらみんな、ま、ニコ生はマントロに逃げるからね、みんな、うん、マントロに振ったら全部笑う。マントロで、ハット何歳？私76です。絶対コメントマントローでしょ。絶対コメントマントローで。絶対マントロー。マントロー出たことあるんかな。あ、前あります。前回出た。第1回出た。あ、これ2回目なんですか。これ2回目、2回目。あの、シューがなんかクソ体調悪いっつって顔面蒼白で帰ってきた。あー、ニコラムだよっつって。俺なんか10秒だけ出ました。あ、そう、最後ね。そうですよ。なんかお題そうやね。そうなの。え、そういうのいいか。めっちゃ怖いね。やばい。お題ね。はい。何フェチ？マントロとケイスキ見せたいけど知らないよ。何フェチ？何フェチ？何フェチ？逆に監督の聞いてみたいよね。なんで俺ねん。俺の推しいいねん。俺明日もニコ生ねん。もう出し切りましょう。じゃあ今日すべて出し切る。もう俺めっちゃ出てるからね。そんなフェチって意外とあんまなくね。フェチ酔い冷めた。あるフェチっすか。はい、入れるよ。やっぱ匂い大事ですよね。匂い、女性の。あと髪の毛、うん、髪の毛、髪の毛、こうトイレでこう座ってで、うんこ巻き込むんじゃないかぐらいの長い髪の毛が好きです。ロング？マジで？そこまでロング？長い方が。服の柄何？服です。それは何？服の柄って何？どういうこと？一番どういうことやろ。え、それフェチ、フェチじゃない？あ、フェチ、あ、でもフェチっすね。フェチですね、髪の毛ね。俺フェチ。いや、匂いはでもやっぱ匂い大事だね。匂いは大事。え、何、香水の匂い、それとも体臭の匂い。いや、あ、あの、それね、混ざった感じがね、そのまた。じゃ、香水振ってる子じゃないとダメなの。香水振ればいいってもんじゃない。あの、あれ、化粧の化粧の匂い好きですよね。化粧の匂いなんかある。化粧の匂い。ファンデ。ファンデの匂い好き。そんな匂いがあるの。やっぱメーカーによって違いますよね、やっぱ。ケイトの匂い。両ファンデ塗ってんの。ファンデ塗ってないですね。あれなんか。え、両ファンデ塗ってんの。あ、いや、塗ってないですよ、ほんとに。両ファンデ塗ってんの。塗ってますね。え、塗ってんの。じゃあ、ほんと塗ってない、ほんと塗ってないですけど。ファンデ塗ってない、はい、ってるよ。ただ、上の重圧で言わされただけ。めっちゃ怖い、マジで。石川家の先輩、こんなバカなんそうだ、石川っすよね。いけるわ。まあ、止めないよ。フェチは、フェチ、他。お次。厚化粧が好き。フェチ、フェチ、フェチ、
真ん中の人どこがいいとか真ん中の人そうなんかなんていうのパーツとかどこがいいとか俺でも昔から絶対お尻ですねやっぱりああなんかどんな感じなんかおっぱいは別に興味ないですね俺多分俺ブロックされるわ今日なんかくーちゃんめんどくせえやべえやべえお尻、うんお尻なんだろうなあるよね髪長くてお尻出してくれれば 100% 人が入ります、うん、あ、俺が大丈夫です俺が出す監督はミミズみたいな唇の人が好きってどういうことはい、本当です、本当です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 意味がわからん、意味わからんあの、夏場の干からびた子のミミズそんなとこ目がけて俺唇飛んでかへんの何情報絶対思ってないよマントロやろこれコメントしてみるありえるぞよくかっこいいねえいや、テレビ普通にテレビお前らなんて気持ったら殺すなプライベートで本当に殺すあれはそ、宗氏のフェチ宗氏のフェチえ、俺ヒゲ以外ねいや、ヒゲは女の子生えてたらやばいよえ、なんだろうななんやろうね身長フェチっすよどういうこと？身長高い身長高い人の方が好きっすよ。ドーン！なにこれ？ドーン！ゲイ！ゲイ！ゲイ！あ、でも身長は確かにわかりますね。万太郎です。え？絶対、え？代表？なんか、最近思ったのが、あの、俺、一重の女の子好きです。じゃあ二人の人は量は絶対指名しちゃダメなんだよ。いや、なんでそんな従業員の売り上げ下がるようなことを言うんですか。二人、女の子はそう思っちゃうんじゃないかなと思って、今の発言で、ね、あ、フォローしてくれたんだそうそうそう二人だから見せてくれたほらやばいよすぐ言うそうやってもうでも二人でもすっぴんだったらどうせ人やからねいやまあそうですねそんなことない、確かにめっちゃ印象悪くない何気長身好き多いね身長あんま関係ないけどね多分でどっちなのそうしょ高いの低いのいやぶっちゃけどっちも好きでしたすいませんでしたどういうことだから低いかもいやなんか俺もわかんないですねすっぴんでも二人だから絶対見せないって言われとるやん何すっぴんすぐ自分のなんかまずい時俺に回すよだからヒゲ濃いの関係ある喧嘩やめて喧嘩ですわこれすぐ言うって。宗氏はさ、うん、やめよう。宗氏なんで売れてんの？ゴイゴイス。なんでよ。宗氏なんで売れてんの？ちょっと嬉しがっとる。売れてない。いや別に売れてないですよ。ピアスださ。いやピアス気に入ってる。ダメダメ。そこいじる。うちのナンバー2ですかね。宗氏は。いや売れてる。宗氏なんで売れてんの？いや売れてない。いやいやまだ売れてんじゃん。まあ。あ分かった。これにしよう。物したれ。これにしよう。宗氏の。給料の使い道にしよう。イエーイ。なんで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 。おーい。そうね。これだってさ、お店のナンバー2は何を買うの？そうそうそう。いやー、しかも俺とはね違うじゃん。聞きたい。あー俺とは違う。なんかもう言ったら初めてこれんな大金手に入れましたぐらいの。うん。奏者この子です。何するんだろうね。は何を買うの？何を買うってか何に使うのか。気になる。だって4ヶ月前普通にバイトしかしたことなくて月給で最高14万しか稼いだことなかったですからね本当に。ああ。14万しかっていうんだ。14万。じゃあお客様が14万使ったら14万かよ。ああ。これはこれはダメ。何？ダメ。俺が。なんか教えて。一番最初何買うか。何が。これもうもらいました。握りしめてどこ行くの。気になるなぁ、でも素直でいいよ、別に僕は別に買うに限らず、別にどこやってからでしょもらってからでしょ俺はとりあえず、みんなでご飯行こうかなと思ってるえぇ絶対だよそうそうそういや、本当に仮に本当にそれだったとしても結構余るよねまあ、確かに何食っても郵貯銀行に預けるわえ郵貯銀行預けるわだとしたら最低だよえほら来たよ最高のパスが何？全然見えない。14万は細客なのって言ってやるよ細客で嘘だ
いつもはこんな人じゃないです。いつももっと優しい。待ってよ。やばい。本当に。いや、まあ飯食いますけど、全部貯金すらおかしいじゃん。あ、そうですね。だって、まあ新しい格好するのとかも、ね、指名いただいたお客様、お姫様のへの恩返しでもあるからね。はい、何買う？もう、いいよ、別に飯連れて行くとか、まあ、さ、嘘とかさ、それ嘘じゃねえよ、仕事やめようよ、嘘じゃねえよ、嘘つけよ、二度と行かねえよ、そんなギャラ、二度と来い、そろそろないやろ、二度と来い、二度と来い何言ってんだよ、それは素直に言いましょう。えそこは最初の月給とか聞かないでよ。何買うのって。俺は服買いますよ。何の？どこの？どこで買う？どこで買う？どこで買う？伊勢丹とか行ってみたいな。伊勢丹3回こないだ入れなかったわ。なんかサンローランとか怖かったわ。伊勢丹っていつもあれだよ、営業終わって帰るとき、ブランド物の袋を、うわ、病気なんです。買い物依存症です。はい、カウンセリングに通ってます。俺なんかアディダス止まりだよ、まだ。だどこ、何買いたいの、欲しいの。サンローラン。サンローランの犬。犬、あ、でも犬、サンローランの犬はない。サンローランの犬はない。サンローラン何よ。サンローランの服とか買ってみたいですけどね。服、雪崎で妖怪ウォッチ買ってきたよ。なんでやねん。どういうこと。なんでやねん。雪崎、今の妖怪のせい、今の妖怪のせい、今の妖怪のせい。どういうことやねん。たまに最近ちょっと乗り移られて、妖怪の仕業かな、これ。どういうこと？で、こういう、この釘もそうやろ。どういうこと？あ、じゃあ質問内容変えよう。みんなが100分前だ。マジか。え、何か、え、終わんの。じゃあ今欲しいもの言ってこよう。何が欲しい。じゃあシュウから。いや、お店に遊びに来ていただける女の子が欲しいです。はい、次。シュウ、はい、次。はい、りょう。あー、そうですね、俺、花の微中核のお金欲しいですね。はい、次。なんだろう、え、身長っすね。うん、はい、次、はい、青い未来代表のすべてが欲しいです。はい、つまらん。はい、まだ続きます。はい、まだね。青い未来代表の、じゃあ、俺のいいね、欲しいやつって。はい、青未来代表、これが欲しいっす。あ、これ、うん、今回やるよ。やばい、終わる。イベントの告知は、イベントの告知、15日、私の昇格祭なんで、これぜひ皆さんお待ちします。ナイス、ありがとう、ありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。